白雲の章、精神の説、涙の訳。透き通った冬の空に精神が瞬く。星界の星はその姿を隠し、女神は遠く天上から地上の平穏を祈るという。ガルグマク大修道院では落成を記念する周年祭が今年も行われ、5年後の千年祭に向け人々の祈りは大きくなっていく。はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレム風化雪月、続きをやっていきたいと思います。5000円、ちょっと最近5000円だときついんだよね。あ、なんか誕生日、そういや12月俺の誕生日だ。ディミトリーからお祝いの品が届いています。ディミトリーからいらねえんだけど。手紙を獲得しました。超ひら破り捨てよう。もう青獅子のブローチを獲得しました。アイテムはちょっと見てみますか。アロイスの誕生日です。これは何にもしない。フェリックスの様子が気になる。会いに行きますか。はい。誰かと思えば、なんだ、訓練でもしに来たのか。まあそうだね、訓練。そうか、ならば少し付き合え。一人で剣を振るだけでは物足りんと思っていたところだった。お前となら退屈しないだろう。そういった相手はほんの一握りだ。切りがいのない相手と戦って得られるものなど何もないからな。ふん、まあいいだろう、相手をしてやろう。お前の剣の腕、興味深いと思っていた。元騎士団長から教えを受け、傭兵としてフォドラ各地を転戦していたのだろう。おまけに英雄の遺産まで使いこなす。それも伝説にのみ語られる天帝の剣。これだけ切りがいのある相手はそうそういるものではない。俺はお前を下し、お前を超える。その技を盗み、高みを目指す。ま、生徒は先生を超えてくれ。なんでそうまでして強くなりたい。理由か。考えたこともない。俺は筆よりも先に剣を手にして育ち、物心ついた頃にはすでに剣を振るっていた。無論それは俺だけではない。あの国に生まれれば皆そう育てられる。たとえ強力な紋章の力を持とうとも、剣を振るえぬ者は戦で役に立たんからな。俺にとっては好ましい環境だった。くだらん道徳観を抜きにすればな。生きるため強くなる、強くなるために生きる、それだけだ。自分と似ている。いや似てないな。俺は女のために剣を振る。つまり目的はないんですか。強さの先にあるものなど考える価値もないだろう。さあ、くだらん問答はしまいだ。剣を抜け。お前が相手ならば全てを忘れて楽しめそうだ。支援レベル C。 今節は舞踏会が予定されています。生徒たちも楽しみにしていることでしょう。しかし浮ついてばかりいられては困る。課題にはいつも通り取り組んでもらう。その課題だが、使われていない礼拝堂に何者かが侵入した痕跡がある。礼拝堂。かつて大修道院を改修した際に仮の聖堂として使われていた建物です。そこで君の学級の今節の課題は礼拝堂の警戒及び侵入者の調査とする。課題ってさ、毎回その都度決まるの。何も考えてないんだな。正教会を取り巻く情勢が不穏な昨今、些細な異常も見逃すわけにはいかないのだ。万一の場合に
生徒の安全を確保できるよう騎士団の実力者にも支援を命じてあります。誰誰？騎士団の実力者、ジェラルト・アイスナー、ただいま参上しました。お前か。せっかくの機会、たまにはゆっくりと親子で語らってはどうですか、ジェラルト。お気遣いいただき、どうも。ただし、ジェラルトさんには別の任務もある。それが片付いてから君の支援に回ってもらう予定だ。そういうわけで、しばらく修道院から離れるが、戻ってきたらお前の仕事ぶりじっくり見させてもらうからな。てかさ、まあ俺は経験ないけどさ、その親子で同じ職場ってなんかどうなの？俺だったら嫌だけどな。まあね、父親が結構偉い人だからね、まあ、子供としてはいいかもしれないけど、これがさ、なんか父親のしょぼい姿をさ見る羽目になったらなんかね。で、今日は日曜日、ちょっと出撃を見るだけ見ましょう。この辺なんだかんだでもう12月だからね、やっぱ2つずつくらいは進めていかないとまた増えるかもしれないからな。まあ、ちょっと今回は散策のイベントが多いんで散策をしますけれども、ちょっと資格試験か、中級極めた人が、あ、ディミトリーか。ディミトリーはただ上級になれないじゃん。まあ、いや、置いとこう。いや、別の中級、うん、ロードだからね、かなりの特殊な職についてるから、ちょっとディミトリーはそのまま置いといて、あと誰だっけ？あ、フェリックスか。フェリックス極めたんだ。じゃあ、そのまま上級職に行って、ソードマスターか。俺的にちょっとアサシンにしたかったんだけどな。弓師。こっから弓を鍛えるか。いや、でも剣術せっかくだから、まあ性格的にはソードマスターだよね。主人公は勇者の方に持って行って、ってことは主人公斧を鍛えないといけないか。いや、せっかく上級になれるから、じゃあちょっとソードマスターになろう。フェリックス、合格。ふん、他愛もないな。で、クラスチェンジしますと。あとはアッシュはそもそもレベルが足りないし、メルセデスちゃんとかアネットちゃんも、まあ、まだ極めてないからね。中級を極めて、てかカトリーヌとかさ、もともと上級職じゃん。これ何？ソードマスターか。ソードマスターかぶったな。てか、この人たちそもそも出る機会があんまりないからね。じゃあいっか、散策に行きます。レアからクエストを受注しよう。ソティスに一回話しとこう。トマシュ、いや、ソロンじゃったか。それに遠征、何かが起こっておることは確かじゃ。そしてそれにお主が巻き込まれておることも、いや、むしろ全てはわしのせいで、お主はその影響を受けておるだけなのか。この大地を見守る女神ソティス、それと同じ名を持つわし、頭がこんがらがって一周してひっくり返りそうじゃな。あんま話聞いてなかったけどさ、ちょっとここ足を覗くのに集中して、多分ソティスそのもののさ記憶が戻らないとちょっと分かんないよね。じゃあイベントを受けに行きましょう。こっちもいるね。ギルベルトもいるけど、まあ、レア様からまずは受けますか。で、こっちか。あ、落ちてる。クローバネ、なんか誰にでもあげると喜ぶみたいなことが書いてあるけど。そういえば舞踏会より前に舞踊対抗戦の白鷺杯があるのでしたね。各学級の生徒から一人ずつ代表を選び、舞踊の技と美しさを競うのです。
優勝した生徒には踊り子の兵種の秘伝書が与えられます。おお、とても貴重なものですから、あなたの学級も挑戦してみてください。なるほど。願いを聞いてくれますか。舞踏の技と美しさを競う白鷺杯、あなたの学級も挑戦してはいかがですか。ただし優勝を狙うのであれば、代表にする生徒は慎重に選ぶべきかもしれませんね。白鷺杯は第3週の初めに行われる。2週までに代表生徒を1人選ぶ。代表に選ばれた生徒は戦闘でも皆を鼓舞できるようになるかもしれない。一応受けときましょう。2週までに代表を選ぶ必要があります。代表ってどうやって選ぶの、そもそも。レア様に話しかけて、この人が代表だよみたいな感じではないね。わかんねえ。セテス、ちょっと話していこう。トマシのことを調べていたのだがな、どうにも腑に落ちん。彼のこれまでの実績から、あのようなことをする者には到底思えんのだ。それに見た目が変わったという報告も確認している。まるで人ではないような。一体何が起こっているというのだ。これあれじゃん、本物のトマシはさ、もうすでに殺されてて、そのトマシに化けたやつが教会に潜り込んだんじゃないかな。まとりあえず、じゃあちょっと他のイベント、ギルベルトさんのイベントを受けましょう。こっちか。顔落ちてる。傷だらけのムカデの絵。よくわかんねえ。身内を疑うようで気が進みませんが、教団の者の調査を進めています。しかしトマシュ殿のような古参の者まで敵に回るようでは、誰をどこまで調べればよいのやら悩ましいところです。騎士団も、セイロス騎士は修道士たちと異なり、レア様直属の者たちです。やや特殊な立場の者もおりますが、裏切るということは考えられません。クエスト受注、頼みがあるのです。下手の横好きで木彫りをたしなんでいる。ホドラの遥か西方には実に精巧な木彫りをする人々がいる。彼らの技に一度触れてみたい。木彫りの技に関する本を探してギルベルトに渡そう。ホドラ西方から来た生徒なら持っているかもしれない。誰？もう西方とかさ、そもそもまずこの教会のさ、組織図もよくわかんねえしさ、世界の成り立ちみたいなのもよくわかんないしさ、国家間としてはなんだっけ、帝国と王国となんか同盟みたいなのがあったよね。その中でもさらに国があるような感じがするんだけど、とりあえずここが光ってるからこっち行こう。でここの部屋かな。ちょっと待って、ブリギットの技。西方諸島に連綿と受け継がれる木彫りの技を紹介した書物。手に入れたけどさ、これ完全にパクってんじゃん。人の部屋に勝手に忍び込んでさ、本パクってさ、それを渡しに行く。まあいいや、渡しに行こうギルベルトに。ありがとうございます。ほほう、これはブリキッド諸島の伝統的な木彫りを紹介した書ですか。実に興味深い、感謝します。先生、拝読させていただきましょうってさ、言うとくけどこの書物盗品だからね。パクったものだから。ギルベルトはその事実を知らない。まあせいぜい喜んでくれ。そう、代表選び、舞踏大会に参加しようっていうのがちょっとわからんな。あ、そうだ、あと毎回なんか忘れる、あれ、作物、作物を回収して育てよう。収穫、アネモネ水仙、ユリとか花を手に入れてるね。え、どれがいいんだ。これとこれとこれ、毎回適当で、育成もコップにしちゃおう。金だからね、大丈夫っしょ。マヌエラ先生ちょっと話そう。またこの説がやってきてしまったわ。生徒たちが恋に浮かれる時期が、舞踏会があるでしょ。それに女神の塔の伝説も、はあ、いや
嫌になっちゃうわね。私だって恋したい。そういえば先生、舞踊の対抗戦の代表は選んだかしら。選ばないままだと先生の学級は危険ってことで、対抗戦は終わっちゃうわよ。いや、だからどうやって選ぶの？てか豆浦先生って何歳なの？どうしようかな、わかんねえな。てか誰出すっていう、そもそもだってメルセデスちゃんはさ、もうそのまま魔法系でバンバン攻撃して、多分踊り子ってあれだよね、その再行動させられる踊りがあるってことだよね、ファイアーエンブレム的に。でアネットもだって魔法でガンガン攻撃したいし、イングリッドちゃんだって天まで駆け抜けたいし、戦場を。でそうするとさ、役割的になんかあんまり役に立ってないフレンがいいんだよね。でもさ、フレンでさ、なんかその武闘大会優勝できるのっていう、なんか不安もある。あとこっちやっとこう、訓練場。今回の商品なんだっけ、見てねえや。黒魔法大会。メルセデスちゃんかアネットちゃんか、中級黒魔法大会。どっちがいいの、アネットちゃん。メルセデスちゃん確か魔法防御力が超高いんだよな。ちょっといいや、アネットちゃんにしよう。銃も食らうの、これやばくね。負けるわけにはいかないから。いや、ちょっとやばくねえかこれ。あ、銀の盾だ。まあ欲しいな。これ絶対無理だ。もう次でやられるわ。回復しないからね。ブリザー2回攻撃できるけどさ、これ食らって終わりだよ。かっこいいブリザー。いや負けた。150円。一応指導レベルちょっと経験値手に入れたけど、これもう一回、あ、行動力が残ってればもう一回参加できるか。メルセデスちゃんで行こう。ダメージゼロとか超強いんだけど、あれなんで、アネットちゃんなんでこんな魔法防御力低いんだ。ダメだ、まだまだ頑張らなくちゃ。それとも俺がメルセデスちゃんを鍛えすぎたのか。いや、そんなそこまでひいきして鍛えた感じではないけどね。強い。これ無双していけるな。これならなんか安心感があるね。まだダメージ入らないし、こっちも2回攻撃できるし、まあ、ダメージ入らないから別に2回攻撃だろうが1回攻撃だろうが変わんないんだけどさ。2、まあ、2くらいだったらいいでしょう。攻撃でしょ、食らうでしょ。攻撃で倒せないけど2回行動だから絶対攻撃できる。 OK。 まだまだ頑張らなくちゃ。で次決勝か。アローで6。あ、これ勝ったな。てか魔法大会使える人が少ないから、なんか一般の生徒が敵になってるね。まだまだ頑張らなくちゃ。いや、安定安定、ド安定だったな。さすがメルセデスちゃん。あと4か。てかどうする、ちょっとフレンに話しかけてみよう。いや、一応フレンを舞踏大会に出したい。マリアンヌちゃん。先生、もうすぐ舞踏会ですわね。なんだか胸が高鳴りますわ。私、人前で踊ったことなどただの一度もございませんのよ。踊ったことないか。だからとっても楽しみにしておりますの。そうですわ先生、白鷺杯のことは聞いてらして、もしまだ代表が決まっていないのなら私やらせていただけないかしら。一回も踊ったことないって言っててさ、よく代表やらせてくれなんて言えんなこいつは。フレンを舞踏対抗戦白鷺杯の学級代表に選ぼうか。まあちょっと選んどくことで、何が関係してくんのこれ。
感激ですわ。代表が決まりました。立派に舞ってみせますわね。マヌエラに話しかけると白鷺杯の情報を教えてくれます。白鷺杯の代表に話しかけると一度だけダンスを指導できる。指導すると魅力が上昇します。魅力が関係あるのかな。そもそもフレームあんまりレベル高くないからな。ちょっと待って、もう一回話しかけるのか。先生、何かご用かしら。もしかして舞踊のご指導をしてくださるの。よし、指導しよう。え、なんかすげえ絶望的な踊りしかしてないんだけど、こんなんで優勝できる気がしない。ただなんか周りの人たちも大してすごい動きをしてるわけじゃないね。これ何するの。 A で終了って書いてあるけど、終了しちゃっていいのかな。まあいいや、終了しよう。特訓の成果によりフレンの魅力が5上がりました。ありがとうございました。私うまく踊れているかしら。いや、残念ながら絶望的だ。マリアヌちゃん、もう一回話しかけよう。てかスカウトもしよう。ですか。あの、私は欠席で。スカウト。あ、そのそうだよね。魔力と馬術だからね。もう本当俺が伸びてないところだよ。あ、あとあれに誘おう。ぶっ課題来る。さて、じゃあと行動力4だから、まあ、まず例によって食堂に行って、なんかドロテアちゃんとかね、すげえ舞踏大会得意そうだけどね。怒ってるもん拾うでしょ。大きなサジ、これどうしようかな、まあ、安定のメルセデスちゃんでいきますか。ここら辺のあんまり料理品を持ってないんだよね、そもそも。幸運プラス2だったらヒットポイントプラス3で1回4つ持ってるし。お菓子ず、ちょっとここら辺は毎回見てるんで。やあら、なんかこれ大成功みたいなのないのかね。それでヒットポイントプラス3がプラス5になるとか。ここにもなんかある、ベリーティー。団結会か、まあやっときましょう。じゃあアネットちゃんとメルセデスちゃんでいきましょう。これもまたいつものメンバーだな。今日のお料理も美味しいな。あ、けどメイチェの作るお菓子と比べたらどうかな。嬉しいことを言ってくれるのね。先生にも今度お菓子を焼いてあげるわね。これさ、周りの生徒からするとさ、なんかあの先生毎回その女の子としか飯食ってねえなって思われるよね。実際そうなんだけどね。誘わんだろ男なんて。でそうだね、あとじゃあちょっと馬術とかも鍛えたいからな。ギルベルトとかって馬術教えてくれんのかな。身内を疑うよ。教員研修馬術、大して上がんねえなやっぱり。あとはどうすっかな。ジェラルトがいないからね今。ハンネマン先生に黒魔法教えてもらうか。あと行動力いくつ。あと1やんけ。こっちレア様か。これ拾って、すんげえ怒ってんな。違う、紋章じゃない。ここガルグマク大修道院は精神の説に落成したと伝えられている。そう、今から995年前のことだ。それを祝う舞踏会が毎年行われているが、中でも100年ごとの祝祭はガルグマクを挙げての大規模な祭典が行われるそうだ。次は5年後の千年祭であるな。君もそのくらいまでは興しているのかね。5年後とかかなり先じゃね、ゲーム的に。教員研修で、あ、でも黒魔法レベル上がりそうだね。あ、聖幕いるぞ。そういえば名声使ってこようか。 D になった。ファイヤー覚えた。まだまだ学ぶことは多い。まあそうだね。ちょっと
とマクイル像のところに行って散策を終わりにしますか。ちょっと他はいいや。名声ポイントどれくらいあったっけ。何買おうか。2900で1000使うのか。これ全部あれだよね、一緒だから。ちょっと剣術が次だからまずこれやるでしょ。よし終わったぞ。剣術プラスに1000ポイントか、やりてえな。しかも理学プラスにもあるし、ただまあ槍もやっときたいしな。これでいいか、まあ、一緒に上げていきましょう。とりあえずこの2つ。よしまた来てくれ。じゃあ散策を終えます。指導方法自分で。で個別指導のフェリックスどうしよっかな。弓かじゃなくて、弓でよかったんだっけ、アサシン。いや今からでもな、もう鍛える気にはなれないからな。そのまま剣術を鍛えていきますか。グレイツ、いやいや、はいはいはい、お、ま、じゃあシルバン、シルバンやっていこう。グレイト、クズクッドが多いな。でメルセデスちゃん、メルセデスちゃんはちょっと魔法キャラはね、やっぱねこの理学と進行両方鍛えていかないとね、回復だけとかだとマジで攻撃ができないから、ただ回復を中心に。え、最近パーフェクトがないな。俺の指導力が落ちてきてるか、それとももともとこう A ある人たちについては教える方も難しいのかな。ちょっと進行期待を。パーフェクト褒める。進行レベル1。あれあと1回できるか。パーフェクトで、イングリッドちゃん、どうしようかな、やりていくか。ちょっとやる気がマックスの人たちだけでいいや。でグループ課題ちょっと変えよう。そろそろちょっと馬術にしよう。メンツは一緒、シルバンとイングリッドちゃん。で目標設定だよね、どうしよっかな。ちょっとアネットちゃんを回復魔法を覚えるまで理学と信仰の2つにしよう。でイングリッドちゃん、フレンもそろそろ黒魔法が上がりそうだね。マヌエラ先生も理学信仰だけど、この2人ほんと使わないからな、枠がないそもそも。よしこれでいこう授業。ちょっと聞いていいかしら。いやお前先生だろ。私の積年の疑問にどうしても答えてほしい。なぜ男は片付けができない女の子と好きになれないのかしら。そんなことないよ別に、それだけで女性を好きにならないとかそんなのないよ。自分の家を汚されたくないから。わかったわ、ありがとう。お、真摯に受け止めてくれてんな。指導レベルが上がった。これめちゃ上がるよね指導レベル。アネットが話したい、いいね。訓練に寝坊しちゃうなんて。いや別にいいよ。みんなにも先生にも迷惑をかけて、課題に取り組む日だったらこんなことじゃ済みませんでしたよね。訓練でよかった、本当にごめんなさい。先日の勉強に熱中しちゃってつい、はあ、実を言うと私昔からいつもこんな感じで、私士官学校に入る前はオートの魔導学院で勉強してたんです。
その頃から試験の前に何日も徹夜するとかザラで。何日も徹夜すんの？徹夜してる最中は全然苦痛じゃないのが厄介なんですよね。先生、確か前に言いましたよね。私、新しいことを覚えるのが好きって。最初にそう感じたのは、私がまだ4つか5つの頃です。初めて魔法を使った私を見て、父さんがすっごく喜んじゃって。4つか5つで魔法は使えるんだもん。その時、なんでか私まで嬉しくって。もっと頑張りたいなって思ったんです。最初は、そうだったんですけど。けど？私が13歳の時、父さんは家を出て行っちゃって。敬虔な信者だった父さんが出て行くとしたら大修道院かもしれないって思って、ガルグマクの士官学校に入るためにまずは王都の魔導学院に行って、勉強して魔法の練習をして、やっと士官学校への推薦をもらって、必死で頑張るうちに休み方がよくわからなくなっちゃって、もしかして私その頃からちょっと空回ってたのかもしれません。うん、無理しなくていい。そうですよね。今回みたいにみんなの足を引っ張ったら元も子もないし。よし、先生、私決めました。私、頑張らないように頑張ります。頑張るのか頑張らないのか。すみません、無茶は控えますって言いたかったんです。先生、私が頑張りすぎてたら止めてくださいね。てかもう休む時間をさ、きっちり決めればいいじゃん。何時になったら寝るみたいな。支援レベル B、 一気にやる気が上がったな。これ誰の誕生日？ベルナデッタか。どうしよっかな。まあ、一応じゃあお花だけ置くとこう。ありがとうございます。おう、こういう仕事はお前の領分だよな。俺はちょっと休養を。私一人じゃとても終わらないわよ。たまには力を貸してシルバン。まったく仕方ねえやつだな。仕方ねえやつはお前だろ。どうよ先生、俺たち結構頑張ったと思うぜ。ええ、珍しくシルバンが働いてくれて、今日は空から槍でも降ってきそうです。手応えは良さそうだね。パーフェクト。だんだんと分かってきましたわ。理学レベル1。歌姫だった頃も覚えが良かったわ。進行4。